回は私の幸せな結婚第2話に対する、リアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。はじまた綺麗な人。始まった。第2話なう。めっちゃ期待してました。新しい婚約者。関白宣言かな？ぐへいへい絶対服従だ。やべえ人すぎる。死ねはやめようよ。しょっぱなからだいぶやばいこと言ってる。ここでは、私の言うことは絶対に聞け。清香様冗談が通じないやつ来ちゃった。驚いてる。他の妖怪のわがままと異なって自我がないからむしろ気になっちゃうやつか。なんて綺麗な瞳。要は、これまでは、その言葉で逃げ出してしまったんだな。何気に一番今季楽しみなやつ。やっぱり作画めっちゃ綺麗だよな。すごい作画 OP だ。OP だけでこんなん作画の暴力やない？リリア。さん、OP の作詞作曲もしているのか。提供が食テロだ。飯作画すげ。ちゃんとしたお部屋。えらい若い声したばあちゃんだな。実家より広くなったな。本当かよ。良くない噂イコール DV 夫説。坊ちゃんの長所をアピールババアや。なるほど、旦那はツンデレとメモメモ。上等なオフプン。お部屋が用意されてるだけでも運の字なのかな。明治大正あたりの雰囲気がいいよね。いのう？そこにほくろあるのええな。何これ不気味。元気？見える子ちゃんか？どんどん消える。なるほど父親に虐げられる理由。イノウってなんだ？イノウバトルってやつか？イノウ？そういう作品なんです。このアニメ、オカルトありきなの？これで捨てられるのか？あれは見えていたのか？なるほど、そういうことなの。嫌な言い方。本当に嫌な感じ。だからといってこんなに差をつけるのか。コクツブシっていうほど子供は食わないだろ。小さい女の子にコクツブシっていうやつを初めて見た。悲しき過去。見捨てた理由めちゃくちゃオカルトじゃないか。ミヨの境遇を思うと気分が悪くなってくる。お腹鳴った。もうあの家ではなかった。朝毛の準備。着物いいね。いい感じ、かわいい。この古風な感じすこ。ミヨちゃんのお料理食べたいなぁ。坊ちゃん、甘やかされてんな。ミヨちゃんお料理上手。何人んちの食材勝手に使ってんだい。その目指しは夕飯にとっておいたんだよって話にならなかった。ユリエさんがいい人すぎる気がする。坊ちゃん呼び嫌なんだ。わぁ美味しそううまそう。飯作画検定、特級。朝から煮物を。え？猜疑心マックス。うぜぇ。なんやねんこいつ。今まで、どんな婚約者？が来てたんだよ。毒なんか入ってないんですけど。坊ちゃんこじらせてんなぁ。ひどすぎぃ。坊ちゃん。坊ちゃんも訳ありっぽいな。めちゃくちゃ人間不信で他人に辛く当たる坊ちゃん、なんか見たことあるな。これじゃ、嫁さんに逃げられても仕方がない。いろいろと難しい立場の人なのかな。悲しいなぁ。空回り悲しい？これはかわいそうだな。対照的な人なのね。軍服かっこいい。そういうの結構広く認知されてる世界観なんだ。異能バトルものになってきた。異能設定がどこまで生きるかだな。氷っぽい SE。氷剣か？危ねえだろ。ファンタジー要素が前面に来た。わざとか出すアニメだったのか？お調子者。クソ煽り。下の広ボイスの煽りかすとか信頼感しかない。意外とからかわれたりすんのね。炎属性も使えるんだ。ヒャン消し済みになりなさい。焼かれたいのか？その人は焼かれるより上げられるのが好きな人です。ユリエさん、いい人なんよな。ババを先に公約したのは正解なのね。おばあちゃん子ってこと？ユリエさん、いい人なんよな。こういう感じの美形イケメンキャラ好き。良かれと思って取った行動は大きな失敗を招いた。一方、サイモリ家。金持ち屋敷への婿入りでもこんな家には住みたくないな。元家の仕打ち知ったらどうなるか。コウジ君かわいそう。こっちのパートもやるんだ。ようわからんけどこんな関係なのになんで婚約の話成立したんだろう。コウジさんは駆け落ちするべきだったのでは？この婚約者は大変そうだな。土下座深いな。こいつ何様だよ。モラハラだわモラハラ夫よ。どうせツンデレなんだろ？ろ？ものすごいの土下座。謝らないと生きていけない世界で育ちすぎたのよ。異能がないと思ったら実は右手が全て打ち消してましたとかそういうのはないんですか？今のところ幸せ要素が微塵もない。これから幸せになってくれよ。そりゃそう。冷たいのはお前やで。
息をするように実況するな。ミユがこの後、明るくなっていくことを切に願う。言い方。謝罪はしすぎると軽くなる？一理ある。アニメは見るほどに重くなりますが。このままじゃ、私の最悪な結婚とかいうタイトルに変わってしまう。なんかかわいそうやな。綺麗に食べるね。完食である。異能湯沸かし。異能で風呂沸かせるの便利だな。氷も火も使えるの？異能がないとお風呂も沸かせない？ここが切ないんよな。陰気すぎる。え？急に出れたぞ。出れ気かな？おばあちゃん住み込みじゃないんだ。ゆりえ様一緒に住んでないのか。優しいやん。旦那様、常識あった。清香様超かっこいい、泣けてくる。清香様優しい。不器用な優しさ？お礼はもっと大きな声で。楽しくなってきた。なんと、風呂シーンがあるとは。湯気がにゃいな。指がボロボロなんよ。手荒れが痛々しい。手の作画でわかる、丁寧かつ美麗な作画。少しずつ目に輝きが出てきてる。ミヨには笑っていてほしいな。この子笑ったら美人だろ。ちょっと嬉しい。ひでえ家族だわ。ほんと女無惨様な外見だな。これも無惨様だろ。ぐしゃーぐりぐり。貴重な串が。串心臓が痛かった。うつ病者きつい。ほんと嫌みったらしい義理の母親やな。ママ母もそうだけど親父がクズすぎる。父親も逆に面白くなってきた。ヨガヨなら虐待だろ。あんまりなんよ。ミヨちゃんの典型的なシンデレラ風いじめられっぷりひどすぎだろ。これからが楽しみなアニメだが、過去のいじめ描写がすんげえかわいそうだな。あの串かよ。解雇されてしまった。こっちで働いてたりしない？ほつれてる。あれ？ゆりえさん遅いはずでは？現代ならまだしもあのタイミングで翌朝遅くなるなんて伝えられるわけないわな。思ったほど、不器用ではないな。最初から優しく言ってくれたらいいのに。旦那様ツンデレか。イケメン通り越して可愛いぞ。割烹着おーおー。やっぱりツンデレじゃないか。ゆりえさんめっちゃいい人だな。ゆりえさんとコトン善意の人で助かる。うっといい娘だよ。料理作画も素晴らしいな。ゆりえさん、褒められても相手をちゃんと立ててるから偉い。普通の丸いフライパンで卵焼き作るのめっちゃむずいから本当に上手なんだな。ゆりえ、本当癒されるわ。ゆりえが癒しだな。美味しそうな朝食？料理作が気合入ってるな。だし巻き卵美味しそう。自己肯定力皆無すぎる。清香様、挨拶はっきりしてるのいいな。なんだかすごくじれったいんだが。かなりご飯や守りで笑ってる。健康的な朝食だな。味噌汁の作画よし。味噌汁飲むシーン3カメまであるって何？胃袋つかみました。その一言だけで。坊っちゃんかわいいな。キュン。味付けの違いがわかる男。こいつ言うほど冷酷じゃないよな。嬉しくて泣いちゃうの本当にいい。よかったついに報われた。微笑ましすぎんだろ。やっといい目に会えた。私も泣いちゃった、ミヨちゃん、よかったね。ミヨさん頼むから幸せになってくださいもうね、いたたまれなくて。やっぱ声優ってすごいな声に正気が宿った。褒められた後の桜の描写いいなぁ。あ、わかりました？旦那様、察したのね。話せと命じれば話すんじゃないの。事情を知らなくてもぐいぐい行け。婚約者様に興味津々坊ちゃま。ゆりえさん。煽り寄る。いじっていく？ゆりえさんいい人やなぁ。ゆりえは癒し。西森家の闇が暴かれる。工藤さんいい人やん、あの家について調べてくれるとか。厄介な事実しか出てこないんだよなぁ。いっぱい出てきますよ。冷酷と評判の旦那様、実家よりよほどまともじゃないか。裏でドロッドロですやん。まためんどくさいことに。価値がないのではないのか？母様にはすごい力があったのだろうか。急に表情が良くなりましたね。料理中のミヨちゃんが可愛いこと。ミヨ、何かあるのかな？ミヨ、実はすごいキーパーソン。清香の優しさに触れて涙するミヨさんに涙出ちゃう。美味しいと言ってくれてよかったね。泣いてしまったわ、大切にしてあげてほしいね。今回も消え入りそうな上社マサチウスボイスにゾクゾクしちゃったけど早く幸せになってほしい。アニメの作り込みがしっかりしてるから、ミヨの足先とか指先をよく見るとあーってなるんよな。ミヨの価値観が少しずつ変わっていく描写が良かったです。次回から少しずつミヨの過去が暴かれていきそうで楽しみ。やっぱり初めての朝ごはんのシーンはワタコンを象徴するシーンであると考えてる。
政治利用されないようにわざと冷たく当たっていた？だとしたら親父の評価も変わって、嫌だとしても心に寄り添うくらいできたろ。ただただ幸せに、と思ってしまう。うまいたった一言なのにすごく心に響く。今期アニメで強く推薦できる作品。自信を持って世界に紹介できる。この暗さ、こそが日本のアニメなんですよ。何か、ゆりえさんの方が可愛く見えてきた。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。